俺買う。お会計。まあ嫌がってました。来た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 。フルカウントからセカンドが届いた。開けてみよう。こんなにセカンドが届きました。しかも今回のはね、11.5 オーズのスーパースムース。今期から出た新作でございます。軽いー。セカンドって何？リーバイスの、まあ、ファーストモデル、セカンドモデル、サードモデルっていうのがあるんだけども、このセカンドモデルっていうのは1950年代頃に製造されてたもの。ファーストっていうのが大体1940年代ぐらいだね。あ、そうなんだ。結論。どうしたの？お前何やってんだよ。させていただきました。ちょうどいいや、ちょっとおいで。こちらの大きい人が着てるジャケットがファーストタイプでございます。ファーストタイプっていうのはポケットが一つ、すごい分かりやすいところです、うん、で、ここにね、お嬢がついてます。マシンチュバックっていうんだけど、このスタイルが1940年代にリーバイス社で作られてた、いわゆるファーストって呼ばれてるモデル。この次のモデルがこのセカンド。まず後ろのシンチュバックがなくなっていて、ポケットが2つになってるんだよね。これがポイントなんだけど、ファーストはね、もちろん好きなんだけど、勇気がさ、ファーストのさ、セットアップ着てるじゃん。これ買おうと思ったんだけど、はい、こっちのエイジングしてあるセットアップ持ってるじゃん。持ってるね。そしたら、フルカウントのトウタくんが、第3、出ますよ、セカンド。11.5 オンスって言われて待ってたんですよ。結論俺これもうダメ、俺買う。あ、ありがとうございます。今か。ちょっとだからフラッシュを取っちゃう。あ、いいですね。どうですか、哲郎くん。いや、かっこいいね。ありがとうございます。じゃあ、こちらは私がお買い上げで、明日からいいよ、と。じゃあ、もうこのまま帰るわ。お疲れ。お疲れ。はい、お会計。はい。お会計。完全に忘れてました。うん、まあ、嫌がってました。